皆さん、こんにちは。ジャニー喜多川さんの性加害が暴露され話題となっていますが、今回は近藤真彦さんについてご紹介したいと思います。近藤真彦さんはジャニー喜多川さんのかなりのお気に入りであるため、関係が気になる方も多いのではないでしょうか。また合わせて近藤真彦さんの現在不倫による離婚の噂、中森明菜さんとの破局、母の遺骨盗難事件などについてもご紹介いたします。ジャニー喜多川さんからの性加害が暴露され、それはジャニーズのほぼ全員に及ぶと言われていますが、近藤真彦さんはどうだったのでしょうか。告発によれば、ジャニー喜多川さんへの性接待を断れば出世はありえなかったとのことなので、多かれ少なかれ被害があったのは間違いないと思われます。ですが、近藤さんについてはジャニー喜多川さんというより、ジャニー喜多川さんの姉メリー喜多川さんと夫婦同然だったとの噂があります。そのゆえんとして、ジャニーズのメンバーがメリーさんのマンションを訪ねた際、裸の近藤真彦さんが出てきたという情報があります。ここからは近藤さんとメリーさんの関係を見ていきましょう。ワイドショー関係者は次のように語っています。田原に次いで1980年暮れにスニーカーブルスでデビューした近藤はメリーさんの一番のお気に入りでした。王子様系が基本の典型的なジャニーズタレントとは違い、やんちゃなところがメリーさんの母性本能をくすぐったのでしょう。一時はジュリーさんと結婚させてジャニーズ事務所の後継者にするのではとも噂されてました。しかし近藤さんはメリー氏の思惑から外れ、大スキャンダルを起こします。1985年公開の映画愛旅立ちでの共演をきっかけに中森明菜さんと交際し、しかも中森さんのライバルである松田聖子さんとのニューヨークデートを写真誌に撮られてしまったのです。ショックを受けた中森さんは1989年7月に近藤の自宅で手首を切る自殺未遂事件を起こします。第一発見者は交際していた近藤真彦さんで、左肘に深い傷を負い血まみれで発見されたそうです。中森明菜さんは慈恵医大病院に運ばれ、6時間に及ぶ緊急手術の末に助かりました。トップアイドル同士の交際だけでもご法度の時代に自殺未遂。しかしここでもメリー氏が暗躍しました。大晦日の NHK 紅白歌合戦の真裏で金屏風を背景に中森が会見し、近藤がそこへ友人として同席して励ますという不思議な光景が繰り広げられました。この場へ出てくるように中森を説得したのがメリー氏です。どう説得したのかは闇の中ですが、中森は会見すれば近藤と結婚する道が開けると信じていたとも言われます。ワイドショー関係者、しかし当然2人がゴールインすることはなく、その後中森さんが完全復活することもありませんでした。また交際当初から早い段階の結婚を望んでいた中森さんでしたが、一方の近藤さんは30歳までは自由にいかなかったようです。なかなか結婚できない焦りに松田聖子さんとの浮気が重なって2人は破局に至ったようです。一方近藤さんは1994年に一般女性と結婚しましたが、メリー氏の特別扱いは変わりませんでした。メリー氏の庇護のもと、自由気ままにレース活動をしながらタレント活動を行いました。しかし週刊文春2020年11月19日号でアパレル会社社長との不倫が報じられます。芸能ジャーナリストは当時を振り返り次のように語っています。メリーさんは2019年7月にジャニーさんが亡くなった後、副社長から会長に、そして2020年9月には代表権のない名誉会長についていました。この時期くらいからでしょうか、芸能記者の間ではメリーさんの体調不良が話題にたびたび上るようになってきました。そんな中、近藤さんの不倫騒動が起きます。報道によると5年越しの不倫だったそう。ここでメリー氏はこれまで寵愛してきた近藤さんへの態度を一変させたのだと言います。メリー氏は近藤さんに対して、マッチらしく責任を取りなさいと厳しく一蹴、近藤にはメリーさんがついているから安泰だろうと周囲の誰もが思っていました。予想を裏切り、近藤さんは無期限の芸能活動休止に追い込まれ、同年4月に退所しました。
その際近藤さんはメリー氏に対し、最後まで迷惑をかけてごめんなさいと懺悔のコメントを発表しています。最後の最後に近藤さんを見捨てたような形になったメリー氏の対応ですが、近藤さんを思っての処置だったのではないかとの声もあります。スポーツ紙記者は次のように分析しています。メリーさんは自分がいなくなった後、近藤がジャニーズで居場所を失うことが見えていた。後を継ぐジュリー氏や滝沢秀明氏にとってもやりづらい存在になったでしょう。泣いて馬謖を切ることでかえって近藤を生かそうとしたのではないか。メリーさんの最後の愛の鞭だったのかもしれません。また近藤さんは芸能界だけでなく家庭でも危機に陥りました。不倫報道に対し奥さんは離婚すると激怒。幸いにも離婚には至らず、現在は家族の絆を再構築すべく反省の日々を送っているそうです。では近藤真彦さんは今どんな仕事をしているのでしょうか。近藤真彦さんは不倫報道後ジャニーズ事務所という大手から去ったからなのか、メディアへの出演が減ったとの声もあります。そんな近藤真彦さんの現在の活動はこちら。近藤レーシングの監督、ライブツアー、ラジオのパーソナリティ。近藤真彦さんは2021年5月から自身のレーシングチーム近藤レーシングに復帰。2022年7月現在も監督としてチームを引っ張っているようです。歌手としての近藤真彦さんも健在です。2022年9月からは全国ツアー、真彦近藤2022ライブツアー58も行いました。奈良公演を皮切りに11月20日の群馬公演まで全国15カ所で計15公演を行いました。また近藤真彦さんは2021年9月から文化放送でラジオ番組近藤真彦ラジオガレージのパーソナリティを務めています。ゲストを迎えての対談やインタビュー、リスナーからのメッセージを紹介するなどの情報を発信中。そのため仕事はきちんとある様子ので、経済的な不安は大丈夫なのではないでしょうか。最後に母の遺骨盗難事件についてお話しします。事件発生は1987年12月、事故で亡くなった母の遺骨が何者かに盗まれたのです。当時ジャニーズのアイドルの中でも高い人気を誇っていた近藤さん、マスコミの報道を避けるためもあってか母の死は関係者以外には知らせていませんでした。大晦日には日本レコード大賞に出場が決まっていた近藤さん、しかし本番5日前CBS ソニーに脅迫電話が入ります。中年男性の声で近藤さんのレコード大賞辞退を求めてきたそうです。もし辞退しなければどうなるか、横浜の墓をよく見ろという言葉とともに電話は切れました。さらに28日 CBS ソニーの当時の井上義勝社長に速達の手紙が届きます。6枚の便箋に定規で整えられた文字が並んでいました。それは近藤が12月30日までにレコード大賞を辞退すれば遺骨は返すという趣旨の手紙で、明らかに脅迫状でした。翌日横浜市にある墓を調べたところ、何者かが墓石を動かした跡があったそうです。中を見ると確かに美恵子さんの骨壺はありませんでした。こうして脅迫、遺骨盗難事件として警察が捜査に乗り出します。近藤さんは事件に大変驚いたようです。しかしひるんでレコード大賞を辞退するようなことはしませんでした。結果的に予定通りレコード大賞で愚か者を歌い上げ大賞を受賞したのです。年明け後に事件が公にされた際、近藤さんはお骨は盗めても僕の心からは母を盗めないとコメント。堂々としたコメントに感銘を受けた人もいるかもしれません。ですが現在でも犯人は捕まっておらず、もちろん母のお骨も返ってきてません。いかがだったでしょうか。今回は近藤真彦さんの現在、ジャニー北川さん、メリー北川さんとの関係、不倫報道、離婚の噂、母の遺骨盗難事件についてご紹介いたしました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。